さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日は、今日も同様、同様というか、ローモバの配信をやっていくんですけども、行くんですけども、いい女です、どうも。おてもちゃん、ショートケーキありがとう。キヨニン、ショートケーキありがとう。ありがとうね。ありがとう。今日もやっていくんですけど、そのロードモバイルっていうゲームのあの期間がですね、あともう10月21日の18時でイベント終了するんですよ。でもうすぐなんだけど、そのねロードモバイルのこの配信はちょっと私の仕事上今日しか難しくて、今日が最後の配信になります。でロードモバイルが終わったら、まあ普通の配信をいつも通りしていこうかなと思いますので、あのそれまでお付き合いください。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、こんばんは皆さん、こんばんは。今日も同様おばあちゃんちからやっております。今日も同様、ちょっとご準備しますので少々お待ちください。こんばんは。バルガシャンの内巻きボブヘア姿可愛くて大好きですね。ありがとう。これでも伸びてきた方なんです。実はこんばんは、少々お待ちくださいね。こんばんは。こっちはほぼほぼ初心者です。あ、ちょっとねもうね本当にねイベント終了が結構間近で、そうなんすよね。あつ髪の毛伸びるのも愛も変わらず早いですね。パルネさんありがとう。結構伸びました。ちょっと髪の毛があれなんですけど、ちょっともう夜も夜になったのでちょっと崩れてきたところもございますが、はい、ちょっとロードモバイルをやっていこうかなと思います。まあ雑談も交えてねやっていこうと思いました。あ、これってさゲーム音流していいんかな、今更すぎるんだけど。たまたま X の方で見かけたんでショールームダウンロードしました。ありがとうございます。コンパルト、これゲーム配信のさその音量流したらさバンになるとかないよね。コンパルト頑張れ、ありがとう。一応消しとこ、怖いから。一応ねちょっとバン怖い芸人ながら、私コンパルトヤッホー試してみる、どうだろう、流してみる。ちっちゃく流す。え、これでバンになったらもう一回つけるから頑張って。でちょっと掲示板にねちょっと急遽だけど、こあの9時から配信しますって書きました。やめておくか、怖いよね、やっぱ怖いよね、私結構ビビリだからさ。で今ねうちのあの領域っていうかところがね結構ね良くなってきてるんですよ。コンパルトヤッホー、城がね18レベルまで上がって、でねジェムっていうものがねめちゃくちゃ溜まったからね、ジェム使い放題なんだよね。でこれをねちょっと城レベルをガンガン上げて、城頃レベルが15以上じゃないとなんかいけないらしくて、3日のバリアを張りました。確かに3日のバリア張らんと私もやられるよね絶対。一応8時間のやつつけとこう。今つけました。つけました。でどん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 ね城をね大きくしていくのにね努めていこうかなと思って、
今ちょっと白ここでタップするとパタッてやってパタッてやってでどん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 上げていかんといけないのよ、こうやってペッてでヘルプをしたらみんながねやってくれるんだけど、ちょっと今日はねジェムめっちゃ使おうかなと思ってペーンってやってペーンとやりますよ、ペーンとねペーンちょっとねもう時間がないしね、しかもね本当に今日がねロードモバイルのね配信今日生まれなんだよね。ちょっともう夜がね、夜というかもう一日中仕事三昧でちょっと難しくなってきたんだよね本当ね。もう考えてやれっていうことだと思うんだけど、バリア張るともやしに行けないからな。そうよね、そうよね。ショートケーキありがとうございます、イサムさん、こんばんは。コンパルト白20まで上げると何かもらえるの？そう、あーそう、あ、言わんといけないことがあった。ちょっとね急遽ね、急遽というか私もこの前連絡が来たばっかなんですけども、あの特典が変わったんですよ。あらかわいい、ありがとう。とっても取っておいてもイベント終わったら使わないし、まあ確かにねガン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 使っていこうと思います。でね、ね、そう、あの今までそのあの今ランキングでやってるわけよ、そのゲームのあのイベントがその10人で対決して、でファンの人を交えてあのランキング形式でやるんですけど、で今まではそのねランキング上位5名まではアクスタとお礼動画をあの参加していただいた方にあの差し上げますよみたいな感じでやってたんですけど、今回イベントの追加特典がございまして、イベント期間終了までに白レベル20以上達成した方全員に加入ギフトの出演者オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントがございます。ともう一つ、あのあれね、あの優勝上位5名のギルドの上位5名にあの配布するアクスタと動画をあのそれをやめて各ギルドのパワーランキング上位5名にアクスタと動画をお届けしますということなので、あのまだまだ希望はございます。アクストとかもらえ、今の手だけしてもやるんだ。はやーはやー、こんばんは、こんばんは。途中でルール変わるのよくあるみたいです、会長が言ってた。あ、会長様からもご連絡いただいて、そうみたいですね。だからそのちょっとルールが急遽変更になって、あのもう3日しかないんですけど、あの今からでも間に合うのかな、お金さえあれば。わかんないけど、なんか そんなこと私あんま言いたくないんだけど、それさえあればいけるのかな。ちょっといやらしい話になってしまうんですけど、ちょっと白レベルどん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 私上げていきますね、この期間に。なのでね、あのちょっと特典がありますので、よろしければ参加していただけたら嬉しいですね。あのゲームはそのこのゲーム人数が多ければ多いほどあの優勝するんですよ。人数が多いほど優勝に近づくっていうのがございますので、あの今でも間に合うんじゃないかなと思います。あの今ねギルドにいる方々もね、あのめちゃくちゃ頑張ってくれとってありがとうございます。夜な夜な起きた時とか夜な夜なやったりするので、深夜とかに、あ、パルトまだやってんだこの人、今ゲームやってるからまだ起きてんなとか、あ、パルト今の時間に起きてんの遅くねって思われてる方も多いかもしれないです。あの私生活がバレるっていうのが怖いですね、このゲームのところの。
ちょっと白レベルを、あ、白レベルをね19にね今上げれるところまで来たので、ジムを使って上げていきたいと思います。コンパルトヤッホー。時間出るよね。そうよね、そうなんよ。ゲームやってる時にね時間出るからね。パルトの生活丸分かりなんだよね。結構恥ずかしい。さあ19まで上がりました。やったぜやったぜ。なんか暑くないこの部屋。なんか私の部屋暑いんだけど結構。あ、ありがとう。なんか母ちゃんからあの配給されたわ。供給やったわ。ちょっとバン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 レベルを上げていこうかな、追い込みをかけていこうかなと思ってやらないと。間に合わない場合もあるからね。こんばんは、毎度こんばんは。ちょっとクーラーつけよう、クーラーつけようぜ。ピッ、とりあえず25。こんばんは、初のアクストが三島遥とか。それ私いい方に捉えていい方だ。どっち。え、私それプラスに考えてもいい、逆に。ねえもうね、小麦とかすぐなくなっちゃうからね。よし、ちょっと20まで私上げたろ。ちょっと頑張って追い込んでいかんと。もうあっという間ですよこのイベントも。1ヶ月結構長期戦だなって思ってたけど、結構あっという間ね。本当にあっという間に過ぎていくね。はじめましてじゃないだろトドとか言って、もう忘れていいからな。11月イベントあるんだ。そうだよ、明日からのイベントって入場料とかいりますか。明日からのイベント、明日からのイベント、私が4日後に出るイベントのことかな。あの満腹フェスっていうイベントに司会で出させていただくんですけど、あの入場料は無料です。うちの子、うちの子ってなんやねん。満腹フェスは入場無料です。あのなぜなら外でやってるから、あの見放題です。中幸の旦那さんハートありがとう、桑田さんバンブランありがとう。郵便物届いて開けたらパルトのアクスタ出てきたシーン。おいおい、それいじってんのか喜んでるのかどっちか分からんが、とりあえずねバン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 上げていかなければならぬ。私もう最近さ、自分のことさ私っていうよりさアタッチっていうのにハマっててさ、ちょっと変な趣味になってきたんだけど、どうしよう。とりあえずバン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 上げていこう。君たちよりも白レベルをめっちゃ上げよう。で自分でアクスタもらおう。それはできんか、それはできんよ。もうこうやってバン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 ちょっと20まで、あ、間違えた間違えた、やばいやばい、課金進められた、やばい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 、課金をしてしまった。大丈夫、拒否、ちょっと待って、あーもうめっちゃ課金、違う、ノー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 、おっとおっと、麦がない、危ない、間違えた。木もない。おうとしよう。あ、木がない。木がすごい減る。どうしよう。木
キキキ、よし、オッケー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 、貴族わしではないんだ、わたち、ラブチー、ラブチー、かわいいかわいい、はるかちゃん、モンブランとショートケーキどっちが好み？え、なにこれなにこれなにこれ、あ、なにこれ、緑に囲まれたんだが、なにこれなにこれ、誰かが私のところに向かっている、すごい柔らかい光で包まれてる、誰が向かってきてる、誰が向かってきてる、誰が向かってきてる、これ誰が向かってきてる、川ちゃんと炎上さんでした今びっくりしたありがとう、すっごい支給してくれてる、ありがとう、きゅ、あ、誰、あ、ありがとう、あ、めっちゃ木くれてる、ありがとう、ありがとう、私が木がないとか騒いだから、すごい私の陣地に向かってきとった、ありがとう、私かな、私だったこんばんは、こんばんは、やばい、やばい、あ、木がめっちゃ足りてる、嬉しい、気がめっちゃ足りてる、ありがちや、ありがちや、よしよしよし、白レベル20になりました、ありがとうございました、ありがちゃ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 、桑田さん、だるまありがとう、ありがとう、ヘルプをしてやろう、ありがとう、今ね、私のギルドがね、これね、な、何パワー、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万、5000、5118万3123パワーございます。めっちゃ急にびっくりした、せっかく配信してるのが課金が要求、ありがとうね、ありがとうね、日曜日でも行ってます、あ、来てみ、でも私平日の月曜しかやってないから、出ないから、あの、気が向いたら、仕事が休みなら来てください。ショートケーキとモンブラン、どっちが好みよ、ショートケーキ、ショートケーキだよ、なんでかって無難だから、よし、ちょっと市場、ちょっととりあえずこれで一回休憩しよう、一回ね、よし、こんばんは、こんばんは、あ、ショートケーキありがとう、こんばんは、ちょっと今こんな風にめっちゃ頑張っております。はるかちゃんどうぞ、ありがとう、ありがとう、コンパルトヤッホー、もう本当に頑張らなければなりませんわ、ちょっと噛んじゃったけど、頑張らなければなりませんわ、こうやってね、どん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 コツ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 と頑張っていかなければなりませぬ、なりませぬ、ね、私聞きたいんだけどさ、このさ、ヒーローのさ、ヒーローのさ、この人がさ欲しくてさ、こうやってさやるんだけどさ、このここにね、よくスキップっていうのが出てくるわけよ、これが出てこない理由がね、すごくわからないのよ、なんでかな、なんでかな、こんばんは、とりあえず戦ってみよう、とりあえずね、母ちゃんからヘルプを受けました、ありがとう、ありがとな、こんばんは、
本当にこうやってねイベントにね参加していただいた方本当にありがとうございます。そしてねあの配信もあのゲームやってないけどいつも見てるよって方も覚えております。ありがとうございます。ありがとう。今日はちょっとたくさんねあのインスタのストーリーもたくさんではないけどちょっとあげました。今日はしかも満腹フェスのねイラストを描いてくださった方がいらっしゃいましてインスタになんかイラストが可愛かったからシェアしました。ありがとうございます。多分配信は見てないだろうかもしれんけど一応お礼は言いときます。ありがとう。こんばんは。いやーあー負けそう負けそう大丈夫負けそうだけどうちのヒーローが大丈夫かな。気づいたら負けそうなんだけど今一人で頑張ってんだけど大丈夫かな。めっちゃ負けそうなんだけどこれもうクリアじゃないよね。ここにまで来たら時間とかやばいよね。多分これ再挑戦になるよね。勝ったけどあーだよね負けちゃった。このヒーローのさデーモンスレイヤーめちゃくちゃ欲しいんだけど後ろに10にしたからもういいかな。ええー、そうオリジナルアクキーあめっちゃ20になってる。ほんとだめっちゃ20レベルになってんじゃん。ほんまやほんまや。でもわからんよいきなり上位5名から抜け出す抜けちゃうかもしれないけんコツコツ頑張っていきましょういな。できれば一気に上がるときに自己給湯とソロが建設になってるときに合わせると資源とか大量にもらえるんだけど自己給これねこれねあ違うところ開いちゃった。そうこれねそうやったんですよ。そうこれやったのよ。そうこのこれめっちゃもらえたんだよね。そのイベントのところ開いてニュース開いてイベントページへってところ飛んだらなんかババ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 ってなった。言ってる意味分かるかな。なんか説明が下手だよね今。わあなんで説明が下手なんだよ。なんでだよ。でもめっちゃ頑張ってくれてありがとうございます本当に。めちゃくちゃ頑張っていただいてありがたいですよ。ゲームをね。ありがとうございます。でも久々にね私こうやってねゲームをねするっていうねことでちょっと頑張ってみたんですけどなかなか習慣になりますなこういうのって。お疲れ様元気しとる元気しとるやで元気しとるやで。うんよしよし。いやーこれはこれは頑張っていかないとなりませんな。なりません。これさ今さ私がさなんかこういうのにさ連合軍で対決みたいなことしたらさめっちゃ集まってくれるかな。ちょっと一回やってみよう。連合軍で対決みたいな
これしてこうしてちょっと10分ですんごい短いですがちょっと今やってみたので多分ギルドメンバーの方参加してください。参加してくれたら嬉しいな。なんかみんなで一緒に戦いに行こうみたいな連合軍ちょっと募集かけたんですけど参加してくれたら嬉しいな。お願いします。みんながねそのギルドメンバーの方々がねあのそうやってあのすごいね戦いに行くときにさあのなんていうのすごい募集かけてくれてあの私の不慣れなところをサポートしてくれてありがたいでございます。10分で集まるんかなドキドキ、まあ、とりあえず何かを消化されたら消化されたら追加していかんといけんから頑張らな。こんばんは皆さん、こんばんは。みんな外にいるから戻しています。ごめんな急にかけてしまってごめんなごめん戻ってきてくれ。あ本当だ、みんなが頑張って戻ってきてくれてる。頑張れ、頑張るんだ、頑張って戻ってきて、頑張れ頑張れ。あ誰かが参加した、誰だ誰だ、役がコートさんございな。頑張れ、頑張って戻ってくるんやで、頑張って戻ってくるんやで。うちの城さ今こんな感じなんだけどさ、今みんなが頑張って戻ってきてくれてるわ私のためにすまん状況見ずに募集かけてしまった。みんな頑張って戻ってくるんやで、みんな頑張って戻ってくるんや。ごめん、めちゃくちゃ無勝手な女王みたいな感じだった三島さんが集める兵隊数が最高8万なのでここには勝てません。嘘、解散させた方がいいのか。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、嘘でしょ、嘘でしょ、勝てないの私これ。ちょっと待って、どうすればいい、解散、ちょっとすぐ返答をくれ。解散させた方がいいのか、これは負けるよな、負けるよね、兵隊全員死んじゃう、もしかしてこれどうすればいい。あヘルプありがとう、セットセブンさんからありがとうございます。どうした方がいい、ちょっとえちょっと募集かけたはいいけど私ミスった、もしやこれ嘘ん、え焦りんぬ、その人のレベルで集められる兵隊数が、えどうすればいい、どうすど、えいっぱいで入る、え解散 OK です、ごめんなさい解散します、すいませんすいません、みんな帰ってください、すいません、あの無謀なことをしました。え誰、じゃだ誰かさ戦いに行こうよ、10分で集められると思う、今なら10分で集められると思う。え天音波なの見てます、ああごめん、あの無謀なことをしてしまった。誰かレベル強い方募集か、多分10分でかけたらすぐ集まると思うよ。あなに、あ余計なことしたの私、ごめん、みんなを焦らせてしまった。これはああ受付受付、はいはいはい、入る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 ぞ、おりゃこんばんは、入るよ私、入るよ、あほらめっちゃ集まってくる、めーんちゃんこ集まってくる、あすっごい集まってくんじゃん、みんな早いね配信した方がねねねねね、こんばんはこんばんは、あやったやった、多分これすぐだな、いいんじゃない、いいんじゃない、これめーちゃんこ集まってんじゃん、
すごいじゃん。多分私が募集かけるより、この黒さんが集めた方が絶対いいな。いつも集めてくれるし。ありがとう。ありがとう。ヘルプ受けました。ありがとう。めっちゃ上空か通過してくんじゃん、私の胸。ありがとう。ありがとう。余計なことせずに済んだわ。ありがとう。多分私が動くより、引っ張ってもらった方がうまくいくんやでって感じやな。大変失礼いたしました。これからも引っ張ってください。これからも頑張らないと、いや、もう3日やけんな。3日やけん。頑張るんばせな。3日やけん。ちょっと市場をめっちゃ上げとこう。市場めっちゃ上げる。市場めっちゃ上げとこう。やばいやばい。やばい。こうして、こうして、こうして、こうするんやで。こうしたらいいんか。コンパルト、ヤッホー。初見ですか。初見ですか。ありがとう。めっちゃ連合軍集まってんじゃん。何これ、もう初めての経験なんですけど。嘘。すごくない、みんな。すギョいね。すギョいじゃん。すギョいじゃん。とりあえずこんな感じにしとこう。こんばんは。これ連合軍いつ？6分後ね。6分後。じゃあ6分後までちょっと喋っとこうかな。喋っとこう。あ、そうだ。そうだというか。どうしようかな。この連合軍終わったら、どうしようかな。コンパルト、ヤッホー。コンパルト。こんばんは。そうだ。何言おうとしたんだっけ。 何言おうとしたんだっけ。定員になりました。うちの連合軍、まあ私が開いた連合軍じゃないんですけど、定員がいっぱいになりました。あー、すごい、みんな集まってる。すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。どうしようかな。この配信終わったら15分ほど普通の配信しようかな。ぶっ続けで、一回切ってね。一回切って普通の配信に切り替えようかな。なんかちょっといろいろ告知することもめちゃくちゃ多いから。キラちゃんのルームで宣伝してきました。ありがとう。そのこともね、ちょろっと気になる人もいるだろうけど、ちょっと普通の配信で、いつも通りの雑談配信でさ、なんか言っとかんといけんかなと思いまして、ちょっと今回はゲームの配信だから、なんか趣旨が違うからさ、あんま大声で言えんからさ、
パルトじゃん、書類作りながらだけすまんよ、えんやで。これ連合軍あと何分？4分。早く戦いに行こうぜ。早く戦いに行こうぜって。すごい、もうみんな、なんか白レベルがガン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 上がってるね。すごいじゃん。すごいじゃん。11月の情報持ってたり、どうやろうな。はじめまして。あ、はじめまして。どうも。どうもどうも。無限。この配信を終わってすぐに切り替えようかな。いざの戦いに行こうぜ。待ち遠しいぜ。こんなにいっぱいメンバー集まって、早く戦いに行きたいぜ。あと3分や、ラーメンや。待ち遠しいぜ。三島さん、ショールールは初めまして。キアちゃんとか、はあちゃんやん。噂のはあちゃんやん。早く戦いに行こうぜ。早く。待ち遠しいぜ。2分、まだ2分55秒しか経ってなかった。早すぎ。でもみんなすごいね。20レベルまで上がっちゃうやん。すごいじゃん。でも大体の人がね、白レベルね、うちのギルドね、15以上だから、ポイント換算されるんだよね。これで。やったぜ！やったぜ！すごいね、みんな。めっちゃバリア張ってるし。早くならんかな。早く戦いに行こうぜ。待ち遠しいぜ。そう、戦いといえばね、その、YouTube で騒ぎやったんだけど、その戦い関連でちょっとその話もしたいんだよね。早く戦いに行こうぜ。行こうぜ。はあちゃんです。ちなみに私もちっちゃい時自分のことはあちゃんって呼んでたから、恥ずかしながら今でもたまにいてます。家だけな、家だけね。すみません、白レベル9レベルです。君か瀬戸セブンでやってるのは、もう名前が誰かわからんかったが、あんたか、あんたやねんな。把握したわ。雪合戦、お前早く戦いに行こうぜ。うずいてしょうがないぜ。あ、ヘルプ誰か呼んでる。あ、はい、エサシカさん、はい。あと1分のところで言いたいんですけども、今ね、おばあちゃん家から配信してるんですよ。なぜなら Wi-Fi 環境が最強なので。で、 iPad もおばあちゃん持ってるので、iPad 今おばあちゃんの借りてやってるんですけど、あの2端末でやってんだけど、あのね、おばあちゃん家に、あのね別のね、あの別のって言っていいの、なんて言えばいいんだろう、あの親戚というかね、いとことおばがね、おばあちゃん家に住んでるんですよ。で、今ちょうど帰ってきたみたいで、下でご飯作ってるみたいで、あのガチャ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 うるさかったら申し訳ないです。あと30秒やん、早く行こうぜ。早く行こうぜ。早く戦い行こうぜ。みんなで何人集まってんのこれ。1,2,3,4,5,6,7 7人が定員な。あと10秒やん。あと10秒でいけるで、戦いに。で、戦いってどうやっていくんだろう。んなこと言いながら、どうやって戦いに行くのこれって。あー、みんな歩いてる、みんな歩いてるよ、みんなわかる、みんな見て、みんなが歩いてる、うちらだよ、うちらだよ、これ、みんながここに向かってる。さっき私が戦い挑んだけど無謀だからやめろって言われたところに、みんなで歩いてる。いいじゃん、みんなで歩いてる。頑張れ、頑張って歩くんや。あと何秒これ。あと1分だよ、あと1分だよ、あと1分だよ。絵文字だけ送っとこう。絵文字だけ送っとこう。
私の絵文字送っとこう、みんなのチャットに。絵文字だけ送っとこう。あと何分、30秒で敵につくよ。どんな戦いになるんやろ。あと20秒ぐらいだよ。走れ走れ走れ走るんや。走れんか、走れんわな、そりゃそりゃそりゃ。あと10秒や、あと10秒や。頑張れ頑張れ。あー倒した、帰ってくる帰ってくる、倒したからみんなのところ帰ってくる。みんながバラバラになって解散、現地集合じゃなか、現地集合じゃないや、みんなで黒さんのところに集合して帰りは現地解散や。なんと悲しい、悲しい飲み会みんな帰っていくよ、みんな帰っていくよ、みんな陣地に帰っていく悲しい、いい戦いだったよ。帰ってきな、あ、帰ってきた、うちのところは帰ってきたわ。治療してあげなきゃ、24人はい、直しました。てな感じです。こういうゲームです。こういうゲームって言っていいのか分かんないけど、こんな感じです。はいはい。でね、このね、あの戦い終わったら闇の錬金所っていうところで錬金できるんですよ、ダークマターを。8時間待っとくよ。こんな感じです。こんな感じの配信です、まあ、こんな感じでね、毎日毎日やってるのよ。コンパルト、ヤッホー、コンパルト、いまいちわからんかったので参加せずごめんなさい。あ、全然いいよ。もうね、イベントもね3日なんですけども、そう、また告知をしようかな。これだけちょっと読み上げるね。そう、今回そのゲームに参加していただいた方に、あの10人で、あのゲームをや、10人でゲームでバトって、あの上位優勝ギルド の、 あの上位5名で得点があるよって言ってたんですけども、今回追加得点としてイベント期間終了までに白レベルが20以上達成した方全員に加入ギルドの出演者オリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントすることになりました。でですね、そしてですね、優勝ギルドからのパワーランキング上位5名に配布予定してたアクスタと動画ですが、皆様のご要望にお答えして、今回は各ギルド、まあ私です、私のギルドとかね、各ギルドのパワーランキング上位5名にアクスタと動画をお届けしますと、ちょっと内容が変更しましたが、あのもしね欲しいよって方とか、イベントに今でも参加、あの謎の力が動いて、あの参加ができるよって方はぜひともよろしくお願いします。参加される方は私の X からあの加入方法が分かりますので、そちらを見ていただけたらと。死ぬ加入方法を見ていただけたらありがたいです。死ぬ、最後の最後で事故ったわ、すんごい気抜けたわ今。ということでね、あのこの配信はこの辺で終わりたいと思います。さっきランキング読みますな、さっきランキング読んでもええか、事故ったけど事故ったけど、先ランキング読むね、読むな。13位から読むね、壇上の。じゃあ13位村上さん、12位ゆうさん、11位けんちゃん、12位ゆうさん、あ今12位2回言ったよね、
12位ゆうさん、11位けんさん、10位いいことあるさざ、9位玉ねぎさん、そして8位いさむさん、7位ホセデラローサさん、6位ゆうさくさん、5位かわちゃん、4位おてもちゃん、3位きよにありがとう、2位、ね、中幸の旦那さんありがとう、そして1位あきゅらさんありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。さあ最後に事故ったんですけども、あのロードモバイルの配信はこれにてあの今日で最後になりますので、ちょっとさスクショさ撮りたいんだけどさ、この iPad のスクショがね、私絶望的に撮るの下手くそなので、誰かあの私のスクショを撮ってリプで送ってくれる方いらっしゃいませんか。ちょっとこんな感じでスクショを撮ってもらったら嬉しいです、お願いします、誰かスクショ撮ってくれ、お願いだ、ありがとうありがとうありがとうね。こんな感じでやっております、スクショ撮ってありがとうありがとうありがとうね。こんな感じでやっております、スクショ撮ってこんな感じでやっております、スクショ撮ってくれたら嬉しいです、ありがとうございます。ちょっとだけ配信します、15分ぐらいかな、ありがとうございます、もらっていただいてありがとう、もう戻ってきてくださってる途中になっちゃうかもしれないけど、告知もしようかなと思って雑談配信を開きました。はいはい、ね、何から喋ろうかな、何から喋る、じゃあもうイベントの告知をさせていただきたいと思います。ちょっと毎度になるんですけども、10月21日月曜日ですね、ちょっと平日になってしまうんですけども、鳥取県米子市の米子コンベンションセンターの前かな、で満腹フェスというのをやります。で今回その年輪ピックっていうのをあの鳥取県で開催することが今回決まりまして、でそのお祝いではないんですけど、まあまあお祝いかな、お祝いというか開催決定になったので、それで外でもイベントをしようということで、今回満腹フェスというあのフェスにイベントに MC で今回入らせていただくことになりました。で今回満腹フェスの出演メンバーが以前イベントに出演させていただいたあの山影オートブルというイベントがございまして、そちらのあのメンバーで今回はあのやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で MC は一人だけではございません、いつもおなじみの山田チャーハンとあの二人で MC をして、でパフォーマンスされる方がいらっしゃって、でそうやってイベントを今回盛り上げていきますので、よろしくお願いします。でまだ詳細は出ておりませんが、11月9日10日土日ですね、あの場所は一応場所だけ言っときます、鳥取県境港市というところであのイベントがございまして、そちらで MC をさせていただくんですけども、まだ概要が出ておりませんので、また概要が出ましたら告知をさせていただきます、とまあそんな感じでございます。キラリちゃんにショールームの映画で長文で説明したよ、めっちゃ説明したよ、そうあのちょっとショールームのイベントのタイトルがちょっと思い出せないんだけど、申し訳ないんだけど、あの友達って言っときましょう、友達のねあのキララっていうのがいます。キララちゃんが今回ショールームでイベントをしておりまして、で夢に向かって頑張ってる子なので、ぜひともあの応援していただけたらと思いまして、で今回ショールームとかね配信っていうのがねあの
初心者で不慣れなところも彼女もございますので、皆さんで支えていただけますと嬉しいです。腹キララで調べていただけたら嬉しいです。腹は普通の腹に、腹ね、お腹じゃないよ、一応懸垂しといたけど、腹にキララ希望の木と、よし悪しのよしと続くみたいな感じでキララって書きます。腹キララをよろしくお願いします。炎上さん、誰もありがとう。こんばんは。こんばんは。なんとかなっちゃう。ってな感じです。で、今回じゃないわ。あとね、もう一つ告知というか、宣伝がございます。私が現在やってる YouTube の番組、鳥取スタジオを略して鳥スタという YouTube を山田チャーハンとしております。でですね、鳥スタか三島春かで YouTube で調べていただけますと出てくると思います。ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。でですね、今日動画を一つ更新しました。で、ですね、今日 YouTube を更新して、で、サバゲ第パート2ですね。パート2が配信されております。で、それをね、今日 YouTube にアップしましたので、よかったら皆さん見てください。そしてチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いいたします。はい、サバゲもめちゃくちゃ楽しかったです。もうすっごい真夏だったんですけど、めっちゃ汗をかきながらやりました。はい、めちゃくちゃ楽しかった。サバゲめっちゃ打ったわ。オーナーにめちゃくちゃ打つやんって言われて、動画内で映ってないんだけど、トリスタースタッフの人にもめっちゃ打って、三島さん、もう僕オーバーキルです、オーバーキルですってずっと言われとった。で、これ、動画内で見てもらえると嬉しいんだけど、まさか撮られてると思わないところで撮られとるシーンがございまして、休憩時間があったんですよ。休憩時間にノンアルビールを一気飲みする三島春香が映されとって、ちょっとびっくりしました。今日動画見てみて、ええー、って思って、めっちゃ撮ってたやん、休憩中に私のことって思って、コンパルトヤッホー。いや、もう本当に今回の YouTube の企画でサバゲーパークダンダンさんっていうところのところで今回コラボということで YouTube を撮影させていただきました。めちゃくちゃ楽しかったし、初めてサバゲをやったのが鳥取県だったんですけど、そこの前のオーナーが今回の YouTube で撮影させていただいたサバゲのパークのオーナーと同一人物っていうのを知ってビビりました。初めましてって自信満々で言っちゃってちょっと恥ずかしかったです。本当にノンアル、ノンアルだよ。なんで買っていって、なんで買って、なんでノンアルかって疑ってるって。それはね、その日の夜飲みのロケがあったからノンアルなんだよ。ここで潰れてたら大変でしょ、昼間からって思って。なんとスタッフがノンアルビールを用意していただきました。ありがとうございます。トリスタスタッフはね、すごいね、面白いところはね、いつもケータリングというか、飲み物をね、すごいね、買っていただいて、クーラーボックスにね、入れてくださってるんですよ。水やら、お茶やら、ジュースやら、いっぱい買って、持ってきてくれるんですけど、その中に絶対ノンアルビールが入っておるので、なかなか珍しいなと思いながら、私のロケの経験上ね、珍しいなと思いながら、トリスタはおもろいなと思いながら、やっております。なので今回はノンアルビールをケータリングでいただきました。はい、そうなんどすよ、そうなんどすよ。
で次のねあのトリスタがね多分ねめちゃくちゃね面白い回になってるんですよ。でさっき言ったんですけどあのサバゲーの後に飲みロケがあったんですよ。飲みロケであの本当にあのもしかしたら嫌だろうなって思われる方もいると思うんですけどあのその動画を見て私のことを嫌いにならないでほしいなっていうだけことだけ忠告させていただいてます。忠告させてください一体何があったんだっていう話なんだけどね。そんなこと言うってもうねまあお酒入っちゃうとなんかペラペラペラって言っちゃうところもあるよね。潰れるわよ飲んでないな。でもそんな飲んでないよ。何軒か行ったけど4杯くらいしか飲んでないよ。でこのねあの飲みロケというかあの街ブラ飲みブラロケって言っていいのかなはね結構ねあのまあこっちとして演者としてもスタッフとしても続けていこうっていうことで、まあ、いつもシークレットゲストであの呼んでるんですけど呼ぶんですけどあのいろんなゲストを呼んであの飲みロケをしていこうっていう話で今後決まっておりますので、で匂わせをしておくと匂わせをしておきます。 YouTube の企画でなんとね次のまでロケがちょっと一応今ね決まってるんですけどあのまさかの展開になると思うので楽しみにしててください。はーい私もマジかと思ったけどのけの内容聞いてそれはすごいなーって思って結構あの湧く人は湧くんじゃないかな。湧く人はうわー嬉しいってなるような撮影をしてまいります。次のロケかな。次のロケは別のロケなんですけど次のロケかな。わー嬉しいまさかだよってなるようなあのロケになると思うのであの YouTube アップされたら見てみてください。シークレット喋っちゃった。あのねシークレットマジで分かんなかったよ。結構ねスタッフさんにも〇〇でしょって言ってたら絶対喋ってくれないしもちろんチャーハンさんも知らないしシークレットゲストは誰かっていうのまあ面白い展開になるんじゃないでしょうか。はいって思っております。もう本当にちょっとねいろいろねあのありがたいわけですよ。 YouTube が始まってからいろんなロケに行かせていただいて楽しいわけですよ。でまあ本当に4日後なんだけどもう私もねスケジュール帳を見てねその4日後そういえばイベントやった平日だったけどイベントだったわーって思って今焦ってないんですけどそんなにそうだったわ告知せんといけんわと思ってあのちょっとこうやって配信を開いてるんですけども平日なんだけどあのお昼休憩でもいいしあの休みの方はぜひ鳥取県米子市に来ていただいて満腹フェスというところにお越しいただければと思います。またねあの再度あの10月21日の告知はさせていただくんですけども一応口頭ではこうやってお知らせをさせていただきます。はいはいもうねなんだろうななんか
だから眠たいよね。今日は金曜日だよね。もう私さ、まださ10月10日ぐらいの気分なんだよね。18って知ってびっくりしたんだよね。本当になんかもうすぐもう後半だよって今日言われて、嘘でしょって思ったよね。まだ10月上旬の気分だったし、で10月上旬の話をさせていただきますと、お昼休みにはちょっと行けるけど、まあそうよな、関東やお昼休みは12時間くるも、それは休みや。ハロウィン配信は、ハロウィンの日私何しとるっけな、ちょっと一回見てみよう。ハロウィンの日はこれどうだろうな、 30% の確率でできると思います。めっちゃ少ないやんって思ったかと思いますが、多分 30% でいきます。そうやな、まあそんな感じですわ。そう、もうちょっとね、これだけ話してちょっと配信来てもいい？そう、この前ね、はい、もうこの前さ、車検すごいね。ちょっくら心折れちまったところあるよね、車検で。あーって思ったよね。請求額見てそうなんだって思って、あーもっと頑張らなければって思ったよね。結構高かった、びっくりした。これくらいだろ、これくらい何分万かと思ったら分十万だったから、嘘でしょ、用意してた額とちょっと跳ね上がったな結構って思って、へそくりから出しました、私の。あー、パタ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 ってなった。頑張って稼がないとな、またって思って。車って大変なんやね。私、サインに来てからさ、で、免許取って、初めての、車乗って、何年か経って車検だったんだけど、こんなかかるんやって思ってました。おいちさん、じいじい、ありがとう。車ないと不便だしね。そうなんだよ。車ないとね、絶対生活できないから。必要なんだけど、うわー、パタパタパラパラパラ、へそくりーって思ったよね。以上です。国会議員になって廃止してください。頼む人を間違っておる。平和に暮らしたい。そういうね、思ってるほど安くならず、そうなんだよな。頑張って働きます、また。働いて。いっぱい働くぞ、いっぱい働いて頑張るわ。役も使えばいい、役も高いや。自由席でもちょっとあれを毎日使ってると大変や。はい、ということで配信を終わりたいと思います。ランキング読もうかな。多分ランキングがね、あれがそのままというか切ってつけたからランキングが変わってないかもしれませんが、一応読みます。変わってるね、変わってるわ。ということでランキング読みたいと思います。13位から、13位ゆうさん、12位けんちゃん、11位いいことあるささん、10位玉ねぎさん、9位いさむさん、8位えんじょうさん、7位ゆうさくさん、6位かわじゃ、
5位ホセ・デラローサさん、4位おてもちゃん、3位キヨニありがとう、2位中幸の旦那さんありがとう、1位アキュラさんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。まあそんなことでした。まあイベント、ゲームのイベントがありつつ、あの司会業 MC 業のイベントがありつつ、車検がありつつ、そんな10月です。はい、あー大変やね、生きるって大変やね、でも巻き返していくんやで、這い上がろうな、成り上がろうな、ということでありがとうございました。では皆さん、金曜日の夜の配信でした。あの金曜日なので、あの飲んでる方は楽しんでください、寝る方はおやすみなさい、私は寝ます、ということでありがとうございました、皆さんありがとうございます、おやすみなさい、バイバーイ。